姉ちゃん、職場の市役所にミキちゃんが来たんだけど。娘が？まさか10歳の姪っ子がこんなところに来るなんて驚いたわ。実はさっき小学校から娘さんがまだ来てませんって連絡があって探してたのよ。そうだったんだ。あの子、大事なキーホルダーをなくしたって朝から大騒ぎしててね。もしかしてそれを探すために学校からの通り道の市役所に行ったのかな。あのね、お姉ちゃん、ミキちゃんがこっちに来た理由、驚かずに聞いてくれる？え？ミキちゃんね、妊娠してるみたいなんだ。は？信じられないよね。私も冗談だと思った。でも同僚が騒いでて、どうしたのかなって思ったら、小学生が妊娠届を持ってきたって言うのよ。それがうちの子だって言うの？ママになったので母子手帳ください、そう言って一人で来たらしい。そんな、まさか。気になってその子が持ってきた妊娠届を見たの。そしたら名前も生年月日も住所もミキちゃん本人だった。これって一体どういうこと？ありえない、まだあの子は10歳なのよ。世界には5歳で出産した子供だっているわ。でも最近ミキちゃんに変わった様子はなかった？特には。母子手帳をもらいに来たってことは産む意思があるってことよね。え？手帳交付した同僚がかなり体調も悪そうに帰ってったと言ってたから心配だな。ああ、そういえば、ん？最近食べる気がしないって、夕食もよく残してる。それつわりじゃない。夏バテだと思ってた。信じられないお姉ちゃん、母親のくせに夏バテとつわりの違いもわからないの？え？呆れた。ミキちゃんが妊娠のこと言えなかったのもわかるわ。どういうこと？お姉ちゃんって昔から鈍感なとこあるよね。リンカ？今だから言うけど、お姉ちゃんが高校時代付き合ってたイケメン彼氏のこと、私も好きだったの。そうなの？私の気持ちも知らずに毎日手つないで登下校してたよね。全然知らなかった。彼から告白された時に断ってほしかった。そしてそこはお姉ちゃんより若くて可愛い妹の私をプッシュするべきだったのよ。ごめんリンカ、その話は後でもいいかな。今は娘を探さないと。そういえばミキちゃん、役所を出るときパパに言わなきゃとかなんとかブツブツ言ってたらしいよ。ヨータに？もしかしたらお兄さんと一緒にいるのかも。ありがとう、夫に連絡してみるわ。私は仕事に戻るけど、また進捗教えてね。3分後。仕事中ごめん、ミキがいなくなった。は？この時間は学校だろ。それが来てないみたいなので、いろいろ探してたらメイが職場に来たって妹から連絡があったのよ。確か市役所勤務だよな。どうしてミキがそんなところに？母子手帳の交付に来たらしい。は？私もびっくりした。でも妹が間違いなく本人だと言ってて。信じられない。市役所を出る前にミキがあなたに言わなきゃってつぶやいてたらしいんだけど、そっちに行ってないよね。いや、あ、ちょっと待ってて。今来客があったんだけどさ。誰だと思う？さあ、ミキだよ。ランドセル背負って暗い顔してロビーに立ってた。え？妊娠の話本当だったんだな。母子手帳を握りしめながら泣いてたよ。私もすぐ行くわ。来るな。は？ミキはお前と一緒にいたくないそうだ。どうして？あの子が少し前に知り合った中学生と付き合ってるのは知ってたか？知らない。そいつがミキを妊娠させたらしい。そんな。ミキ、最近食欲がないってあまり食べてなかったよな。ええ、夏バテだと思ってたけど、まさか本当につわりだったの？他にも炊きたてのご飯の匂いや車の排気ガスにも吐き気がして産婦人科に相談したらつわりだって言われたんだと。病院に行く前に私に話してほしかった。自分から言い出す勇気はなかったらしい。だから食欲不振を訴えてお前に気がついてもらいたかったんだと。そんなのわかんないよ。ミキは産むつもりだ。学校はどうするの？
まだあの子自身も子供なのに、出産なんて無理に決まってる。お前に言えば絶対頭ごなしに反対してくる。だから俺のとこに来たんだってよ。ミキと代わって話がしたい。娘の異変にも気がつかないお前は母親失格だ。この子は俺が育てる。ちょっと待ってよ。うるさい。離婚だって言ってるんだよクズが。あなた、ミキも俺と二人で暮らすことを望んでる。あれ、ミキがいない。え、つい数分前に吐きそうだから風に当たってくるって外に出たのに。じゃあ近くにいるんじゃないの。あいつは精神的に不安定なんだ。ちょっとその辺探してみる。あ、いたわ。よかった。まだ気持ち悪そう。なんかぐったりしてるミキを知らない男が支えてるんだけど。え、貧血とか。嘘だろ。頭から血を出して気を失ってるぞ。なんですって。支えてる男が救急車呼んだから頑張ってって励ましてる。近くにはバイクが1台止まってるぞ。きっとあれにはねられたんだ。そんな、嫌よミキ。あ、救急車だ。病院まで付き添ってあげて。私もすぐ行くわ。どこ病院。いや大丈夫。助けてくれた人が一緒に乗って行ってくれたし。俺はそろそろ仕事に戻るわ。そこはあんたが乗るべきでしょうが。ちょっとヨータ、聞いてるの。搬送先の病院教えてよ。数時間後、ミキちゃんやっぱりお兄さんのところにいたの。ええ、見つかってよかった。めいっ子ちゃんの妊娠を聞いてショック受けてたんじゃない。うん、だよね。喧嘩にはならなかった。お前は母親失格、離婚するって。そうなんだ。何がおかしいの。いや、そうなるよねと思って。あのさ、うん、ミキが市役所に来たって話嘘だよね。は、何言ってるの。じゃあ母子手帳の交付に来たあの子を担当した職員の名前教えてよ。誰だったかな。ほら、嘘じゃない。でも私との LINE の後、ミキちゃんはヨータさんのところに行ったんでしょ。彼も妊娠してるって聞かされてショック受けてたんだよね。あなた、いつからうちの旦那のこと名前呼びするようになったの。あ、とぼけるのやめれば。あんたたちが浮気してんのはもうバレてるんだから。何のことかさっぱりわからない。早く一緒になりたいね。でも浮気がバレたら慰謝料請求されるから、それは避けたいよな。さて、これは誰と誰がやり取りした LINE でしょうか。え、お姉ちゃん、彼のスマホを勝手に見たの。うん。最低、プライバシーの侵害だわ。ヨータは私と別れてあんたと一緒になりたいみたいだけど。私たちは別に夫婦仲が悪いわけじゃない。だから急に離婚なんて切り出したら浮気がバレるかもしれない、そう思った。違う。いや、それはこれから二人で新生活を始めようとしてるのに慰謝料とか払ってらんないもんね。お姉ちゃん、一旦落ち着こう。そこであんたらは私に落ち度があることにして離婚に持っていこうとした。今そのことはどうでもいいじゃん。ミキちゃんの話しようよ。娘が妊娠したのに気がつかない奴は母親失格だから離婚。そんな下水ことよく思いついたわね。え、ヨータは今朝もいつも通り出勤した。だから全然気づかなかったわ。何が。あの人が向かったのは職場じゃない、もやと通りよ。そこで学校に行くためここを通る娘を待ち伏せしてたの。なんでそう思うの。いいから聞いて。言ったでしょ、朝ミキが大切なキーホルダーをなくして大騒ぎしてたって。それが何。キーホルダーを取ったのは夫、そしてミキを見つけた夫は車に呼んでこう話しかけた。探してる宝物、車の後部座席にあったよってね。バカバカしい、ただの妄想でしょ。それからあの人は車に乗り込んだミキの手足をロープで縛った。叫ばれないようにガムテープで口まで塞ぐなんて、ほんと最低なやつだわ。ちょっとドラマの見すぎじゃない。これらは全て本人から聞いたのよ。え、それで準備は完了。
あとは私に娘が妊娠してると思わせるように仕向ける計画だったのよね。もしかしてうまくいった後、名誉どうするつもりだったとかも聞いてる？適当にどこかに捨てるつもりだったんでしょ？ほんとクズ。ヨータさんが親権を取ったことにすれば、お姉ちゃんからも養育費がもらえると思ったのに、なんで話しちゃうのよ。ヨータはもう逮捕されてる。はあ？だから全てを白状したの。そんな、あんたらのせいで娘は。ミキちゃんが何？道に車を止めたヨータが、私と LINE してる最中にミキが後部座席から逃げ出したそうよ。は？なんか口をもごもごさせてたからガムテープを外したんですって。そしたら車用意して吐きそうって言ってきたみたいで。それで？外で吐けって車のドアを開けたんだって。でも手足を縛られてたなら自由に動けないじゃん。その状態のまま這って移動したらしい。夫はスマホに夢中だったし、逃げるなら今だと思ったみたいよ。そうだったんだ。日の光ですごく熱くなったコンクリの上を、夫にバレないよう声を殺して進んだ10歳の子の気持ちがわかる？さあ。じゃあ愛しい我が子が事故に遭ったって聞いた時の感情も理解できないでしょうね。事故？ミキがバイクにはねられて頭から血を出してぐったりしてるってヨータから聞いた時はものすごくショックだった。嘘。それでミキちゃんはどうなったのよ？たまたま通りかかった人が救急車を呼んでくれて病院に搬送された。とても安らかな顔して眠ってるわ。嘘。死んじゃったんだ。私は絶対に夫とあんたを許さない。こんなことになるなんて思ってなかった。黙れ犯罪者。私はヨータさんと幸せになりたかっただけなの。その自分勝手のせいで娘はあんな目にあった。死なせるつもりなんてなかったのよ。ミキは生きてるけど。え？はねられたっていうのは夫の勘違い。あれはバイクの持ち主が手足をロープで縛られ顔中傷だらけで這ってるミキを助けるために路駐してただけ。その方がミキと救急車に乗ってくれた。頭と体の傷は浅かったからすぐに血は止まったけど、暑さで熱中症になってたみたい。待って、今混乱してる。ああ、なんで私が搬送先の病院がわかったか？それはあの子のランドセルの中に入ってたプリントに私の番号が書いてあったのを見て、その方が連絡をくれたのよ。違う、嘘じゃなくて、死んだって言ったじゃない？それはあんたが勝手に勘違いしただけ。ふざけんな、もう何なの？それはこっちのセリフよ。可愛い娘をよくも傷つけてくれたわね。生きてるんだから結果オーライじゃない？傷だって浅かったんでしょ？そういう問題じゃないわよ。体の傷は浅くても心には大きな傷を負ったはず。それも信頼してるはずの身内にこんなことされて、あの子は思い出すたびにきっと辛い気持ちになる。私は実行犯じゃないし関係ないじゃん。知らないの？実行犯でないとしても計画を立てたことは罪に問われるわ。嘘。あなたももうすぐ捕まる。しっかり反省することね。それじゃ。待ってよ。そもそもお姉ちゃんがヨータさんと結婚するから悪いのよ。いつもいつもお姉ちゃんばかりいい思いして。私もイケメンと恋がしたいのに、こんなところで終わりたくない。よく喋るな。続きは警察でお願いします。お姉ちゃん。ああ、そういえば最近の警察ってイケメンが多いらしいわよ。知らんけど。え、ほんと？安定したお給料に整った顔、あんたが好きな条件が揃ってるわね。なるほど、そう考えたらヨータさんから乗り換えるのも悪くないか。いい情報ありがとう。私の魅力で有料物件ゲットしてくるわ。はーい。後日談。警察署に向かった妹を待っていたのは中年の警察官ばかりで、膝から崩れ落ちたそうです。夫は保護責任者遺棄と傷害罪で猶予付き2年、妹は教唆罪で同じく猶予付き2年の判決が下りました。今回の件が職場に知られた2人はそれぞれ懲戒解雇処分になったようです。私は夫と離婚し、
夫と妹には200万ずつの慰謝料を請求、夫には530万の養育費も請求しています。結局2人は破局しましたが、転職したバイト先が偶然同じで大喧嘩になったそうで、その結果店のものを多数破壊し、多額の損害賠償請求をされてしまったようです。娘は無事に退院しました。傷ついてるはずなのに、私に心配をかけないようにと元気に振る舞う姿を見ると涙が溢れてきます。辛い記憶を上書きできるよう、たくさん思い出を作ってあげたいです。